はい、どうもヒアレスです。どうもカイノレスです。はい、今日なんですけども、あのエアジョーダンの、サテンブラックトゥーが出ますね。出ますね。あの赤いやつですね。はい、まあ、のこのサテンで言うと、まあ、の去年ですかね、はい、あのオレンジ の、 あのシャッタード、はい、お名前何だったかな、シャッタードバックボードとかっていうような、はい、あのオレンジのモデルが出てたと思うんですけど、はい、トイメンズで出たやつですね。あ、そうです、そうです。はい、でが、まあ今回は、赤で、はい、まあ勝負カラーというか、そうですね、はいはい、出てくるということで、まあこれ日付も、もう決まってて、8月の17日、はい、今のところ海外どう、そうですね、スニーカーズでの販売は今のところまだ不明ですね。160ドルということで、はい、でまあもうすでにあの海外での抽選は始まっていて、はい、まああのですね、SNS だったりとか、はい、エンドだったりとか、あと SVD というところで、はい、もう応募の方が始まってますよというところです。まあ僕も、まだ実は申し込んでないんで、後で。まあ後ほどね、思ってます。なんかね、これなんか前情報で、なんか、はい、結構本数多いんですか、少ないんですか、わかんないですけど、まあ7万、はい、?2000 足。生産数が7万2000足っていうふうに言われてますね。そうですね。なので、まあなんかあの値段も結構つくみたいな話が。あ、そうですね。前表ではなんか、はい、プラス、海外で500ドルか600ドルぐらいとか言ってましたね。出てますよね。はい、まあなんか、貴重な一足になりそうかな。そうですね。あれですね、このクスが発売されるという、その情報が出たときに、はい、北米の、アメリカの北米のマップみたいなのが、ああ、出てましたね。そこに、こう、なんていうんですかね、この店で発売されるじゃないですけど、なんかこう、散らばったような、こう、なんですかね、記号みたいなの垂れてませんでしたか、ね、あったあった。ね、あの、マップ上に、要はここのリッチテールというか、まあ、お店で。お店で、まあ、ショップでっていうふうに。だと思うんですけど、はい、そういうのがなんか出てましたね。でもこれなんか前のシャッタードバックボードと比較して、はい、なんか特徴的なのがウィングロゴ、ね。ああ、はいはいはい。サイドの部分ですよね。そうそうそう、なんかこれがなんかバッチみたいに上に付けたような。立体的に見える。立体的になってますよね。ちょっとそこすごくあれですね。なんか気になる感じですね。ですね。なんかこの辺もね、ちょっと早く、なんか、誰かの実物かって流してほしい。そうですね。まあ、セレブが誰かちょっと履いてたらね、ちょっとすぐ、はい、こちらの方で、ね、紹介したいと思います。はい。まあ、ちょっとね、その辺も、おいおい、情報が出てきて。そうですね。まあ、あとは国内の販売がね、わかればね、紹介したいなと思うんですけど、ね。ああ、そうですね。国内あるんですかね、どうなんですよね。まあ、前回のそのオレンジ色のシャッタード、何でしたっけ、シャッタードバッグは、はい、一応国内での販売があったみたいな、あったんですよ。あ、そうなんですか。はい。はい、それではですね、私オンラインチャレンジしますので、変えたらまたここで、紹介の方をしていきたいと思います。はい、気になる方はチャンネル登録の方をよろしくお願いします。高評価お願いします。はい。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カイノレスでした。さよなら。But it's evident you're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had about